生命と科学領域の概要総括方針についてご説明申し上げます。本領域は本年度が最後の公募となりますので、皆様の積極的なご応募をお待ちしております。こちらが本日のご説明の目次となっております。まず、アクト X についてですが、本日の説明会の最初に JST の方からご説明がありました通り、若手研究者の 自律的で挑戦的な研究を支援するために2019年度に設立された新しい事業です。この生命と科学領域は事業開始と同時に2019年に立ち上がりました。アクト x の特徴は主に博士の学位取得後8年未満の若手研究者を対象としている点です。研究費の などの支援規模や実施期間については後ほど詳しくご説明させていただきます。本領域はこちらに示す4つの戦略目標に基づいて生命と科学の分野横断的な領域を設定しております。具体的には後ほどご説明いたします。本領域を設定した背景ですが、 近年医療創薬の発展や食料環境問題の解決など健康長寿社会や持続的社会の実現が求められておりますそのためにさまざまな生態分子に着目して生命現象を解明応用する技術への期待がますます高まっていてその基盤となるまあ 日本のみならず世界的にも活発に研究が行われているところです。で将来的にもこれらの技術の基盤になるような成果を社会へ還元し続けるためには生命と科学の融合的な観点から特殊的なアイデアを持って次の世代を担う多様な若手研究者を支援して排出していくことが 可決だと考えておりますで、えー、次世代を担う若手研究者が功を、まあ、確立していくために一番重要なことはまず自分自身の研究の基盤となる土台を固めて、まあ、若いうちに研究者として将来、えー、取り組みたい、まあ、自分の研究の夢を描いてその目となるような研究に実際に チャレンジしてていいくことだとだ考えていますその際に限られた研究分野の中にとどまることなく広い視野を持って考えそして異分野の研究者と交流し将来的には研究者がお互いの多様な専門性を生かして連携することによって学術的社会的なインパクトがより大きな研究を実現することが可能になるというふうに考えております。 そこで ACTX の生命と科学領域では、若手研究者がこう確立し、独自の自由な発想で、新しく挑戦的な研究を行うことを支援するとともに、将来の連携の土台になるような人的交流の機会を提供したいと思っております。 この、えー、と生命と科学領域で対象となる研究分野は、生体分子の観点から生命現象を捉える生物学分野の研究や、科学的手法を用いて、生命現象を解明、制御、応用する研究などを含む幅広い分野設定となっております。これらの研究分野において、えー 未来を切り開くようないろいろな多様な専門分野をベースにした若手の研究者を発掘して育成を行うことを目指してまた新しい価値の創造につながる幅広い分野の基盤研究を支援したいと考えております生命はタンパク質や 拡散、脂質等、あるいは情報伝達分子や代謝物などの低分子化合物も含めてさまざまな生態分子の相互作用や化学反応によって成り立っています。香港研究領域では生態分子やその化学収縮などの観点から生命現象を捉える生物学分野の研究や 低分子化合物や科学的な手法を用いて生命現象を解明,解明制御することを目指す科学分野の研究などに関する提案を期待しております。またこれらの研究分野の発展に資する分析計測技術やあるいは生命現象を応用した物質変換や 生産技術などに関する提案なども還元いたします。またその対象は動物のみならず植物や微生物なども含み遺伝子発現、代謝、シグナル伝達、共生などあらゆる生命現象を対象としていますで。本領域では特に異分野の研究者間の交流を通じて 将来、既存の生物学分野あるいは科学分野の中だけにとどまらない新しい研究分野がどんどん開けることを期待しておりますので、まあ、狭い専門分野の中に閉じた提案ではなくて、まあ、異分野の技術や視点を取り入れる意欲が感じられる提案をお待ちしております。 また、えー、本領域では既存の研究の延長ではなくて、まあ、新たな発想に基づく研究や、自分にとって新しい挑戦となるような研究の提案を求めたいと思っています。えー、研究はまあ2年半という短い期間ではありますが、えー、若手研究者が自らの発想で、えー、未来に向けてま果敢に挑戦するということを本領域では応援したいと思っています。 将来研究代表者になったときに研究室の主催者になったときにどういう研究をしたいかということを真剣に考えてそのための第一歩となるような提案を期待しています応募にあたっては2年半の研究期間で取り組む具体的な目標と研究内容を研究構想に関する着想や独創性が分かるように 記載してくださいまた長期的な観点で将来的に目指す目標やその先に描く夢が伝わるような記載をお願いします。先行では所属する研究室の研究テーマの一部ではなくて提案者が自分のアイデアに基づいて考えた個人研究テーマであることを重視いたします。 そのため、a c t x では大学院の学生も応募は可能ですが、本研究領域では自分で研究立案実施が可能な博士号取得済みの方を優先して選考をいたします。なお、本研究領域では特に女性研究者や地方の研究機関で活躍する研究者の方の応募を歓迎しております。 多様な若手研究者の方々にぜひご応募いただければと思います。運営面につきましては、それぞれの研究者に対して、その分野の第一線で活躍する研究者である研究アドバイザーを配置する担当アドバイザー制を取っております。担当アドバイザーによるサイトビジットやオンラインミーティングを行って、採択者の要望に応じて、 研究についてて議論や助言ををできる体制を構築しておりま,すまた、採択の早い時期に、私もしくは研究領域アドバイザーから、研究計画について助言を行って、研究構想を明確にすることで、効果的な研究の推進を行えるようにしたいと思っております。 それさらに研究総括領域アドバイザーや採択された研究者が一堂に会する領域会議も実施して研究者同士の交流も促進しております。また特にこの生命と科学領域では短期的な成果とかアウトリーチとかにはあまりこだわらずに若手研究者が自由に研究に 注力できる運営を目指していますで実際、えー、っと、そうですねそれであのこの領域の一つの特徴としてはさまざ、あ、まなライフステージにある研究者が参,、えー、参加しやすい領域運営も目指していまして 実際日本領域では ACTX の期間中にライフイベントを経験されている研究者もすで、えー、に何人かいらっしゃいます。ですので、まあ、女性の方、あるいはあのいろいろなライフイベントを抱えている方もぜひあのどんどんご応募いただきたいと思います、えー。研究期間と研究費ですが、研究期間は3年度、まあ、具体的には契約締結日から 年6ヶ月です研究費は1課題あたり総額で600万円程度、1年度あたり200万円程度を標準としていますので、原則的にはこの研究期間、研究費を前提に研究提案をいただきたいと思っております。ただ、もしどうしても研究費の総額が600万円を超える必要があるという場合には、その理由を 提案書に明記していただければ、そのような提案も、えー、可能です。しかし、その場合も、えー、研究費の総額は、まあ、1000万円程度未満というのを想定しておりますので、ご留意ください。えー、採択者のうち希望者はあ研究実施3年度目に、えー、加速フェーズ評価を受けることができます、えー。評価の結果、研究を引き続き支援することで、 より一層大きな成果につながることが期待されると認められた研究課題につきましては加速フェーズとして年間最大1000万円程度の研究費を最長1年間追加で支援いたします加速フェーズの支援を受けられる研究課題の課題数の目安としては採択時の課題数の4分の1程度を想定しています なお、本年度のこの領域における採択数は最大でも20件程度となる予定です。なお、この説明会ではご説明しきれない点もございますので、提案時には必ず研究提案募集のウェブサイトにおいて、研究領域の概要および募集選考 研究・領域運営にあたっての総括研究総括の方針の本文をご確認くださいますようお願いします。領域アドバイザーの先生方のお名前をこちらに示します。科学・生物学の分野の多様な専門分野の研究者14名にご就任いただいており、 私とこの領域アドバイザーで協力して本領域の運営を行っております。こちらは2019年度20年度の採択者のお名前と研究課題ですけれどもこの研究課題をご覧になって分かる通り科学から生物学までの多様、えっと、いろんな 研究課題を採択しておりますで彼らは領域会議や、まあ、最近では Zoom や Slack なども活用してかなり活発に交流して普段の学会活動では出合わないような異分野の研究者と共同研究の相談や情報交換を行っています。 最後に公募スケジュールですけれども研究提案の募集締め切りは5月11日火曜日の正午となっております例年締め切り直前はまあシステムにトラブルなども発生しますので早めのご応募をおすすめいたしますこの生命と科学領域では選考結果の通知は6月26日ごろそれから面接選考期間は 7月の13日から15日及び17日を予定しております。また、研究開始は10月以降となります。なお、これらの日程は変更の可能性もありますので、必ず研究提案募集ウェブサイトで最終的な日程をご確認ください。私からの説明は以上です。 皆様の挑戦的で、えー、面白い研究提案をお待ちしておりますので、えー、よろしくお願いいたします。